こんにちは、マースケチャンネルです、我が茨城県ではコロナによる感染がいくつかの市町村で拡大しまして、自分が住んでいる、地域もその中に含まれるので、県知事さんの方から、活動自粛が、約2週間ほど、自粛するようにという要請が出ました。まあ、今年初めの頃のようにはこう長くはないんですけれども、それでも2週間ちょっとですか、活動自粛ということで、初めて、間もない、俺のねお絵かき講座の方も、延期となり1月こうずれてしまいました。というわけで、ちょっと時間ができたので、年末頃ね、ゆっくり落ち着いてからお絵かきしようと考えていたんですけれども、じゃあ急遽ね、じゃあお絵かきでもしようかということで、始めてみました。予定では水彩画にしようと思ったんですけども、そのためには、資料をね、というかね、こうネタ探しにねちょっと行かなくてはいけないので、手近なところで、じゃあ、色鉛筆による人物画にしようということで始めたわけです。で、今回描いたのは、乃木坂46の4期生、柿はるかさんでした。本当はね、また別の、ね、メンバーを描こうと思ったんですけども、やっぱりね、お絵描きするにはこう写真写りっていうのがやっぱり自分のね、描けるもしくは描きたくなるような、写真っていうのが必要で、なかなかいいのがなくて、そんな中、やっぱりね自分の、お気に入りのメンバーでも ありますので、もう何枚かこう描いたんですけれども、このね柿はるかさんにこう またねこう描いてみようと思ったわけです。というわけで、まずはね下書きからですね。で、下書きの段階であんまり書いてしまいますと、色鉛筆というのは後でね、まず鉛筆の線がね、粉が出てしまうので、あんまりね書き込まないようにしてあります。はい、次です。はい、下地塗りはですね、今回はね、薄めにしようということで、いつもはね肌の方もこう書き込むんですけれども、それをね今撮影しているスマホで、撮影すると、粗い部分も全部ね性能が良すぎて、線まで全部拾ってしまうということで、今回はちょっと薄めに描いてみようということにしました。目の方はねちょっと描き込んでね、黒と焦げ茶色で、濃くしてありますけれども、他のところは全体的には薄い感じ、あと色もねほぼ黒なので、そんなにね色を重ねないで済んだということもありまして、そんなにね細かくこう描くっていうことはしないこうやり方をしました。はい、肌の方は下地塗りで、薄橙、それから濃い部分はシェルピンク、それから目の周りのこのメイク、それから、涙袋などはこう焦げ茶色で今回描きました。で、唇は桃色、薄紅色、赤です。ね。はい。で、前の段階でちょっとね、薄めに描いておきましたけど、今回はこの服がね、小花柄ということで、薄めに描いたんですけども、色がね、黒で色を塗ってしまいますと、薄い色だと見えなくなってしまいますので、ここでさらに、大変だったんです。これが大変だったんですけど、また小花柄をもう一度なぞって強調してあります。まずはね髪の毛の方の下地塗りからですね、ちょうどね向かって、右の方に、青紫、それから黒、それからこの左側が、これ黄色っていうか山吹色ですね。で、上から焦げ茶色と黒で髪の毛をこうかの下地塗りをしておきます。はい、髪の毛はまた引き続き黒と焦げ茶色、あんまり焦げ茶色を多用すると、茶髪になってきてしまいますので、気をつけながら、ほぼ黒で描きます。で、
服の方の下地塗りはまず最初まあ黒でね薄めに しておきながら、小鼻柄がね消えないように、描いていきます。髪の毛もそうですね、まだまだ黒でこう描き込みながら、同時に服の方もね、さらに先で一度した、服の上から、またさらにね黒を重ねてあります。普通はね、この段階で色をね重ねるんですけども、黒、それからね、左側と最後に完成形の方を見せますけれども、左側と右側の方には下地塗りでちょっとね光が黒のところに当たってて青っぽく見えてあるので青紫を重ねてあります。これだけですね。はい、これが完成です。よく見ると服のシワがあって、左向かって左肩と右肩の方は光が当たっているので青紫で下地に塗りしておきまして、上から黒を重ねます。で、唇の方はちょっとね、服の、唇のシワの方を、焦げ茶色で、描いて、質感をの上げました。それから髪の毛の方はね、黄色で下地に塗りして黒と焦げ茶色で描いた上から、水色を、水色じゃないや、薄青ですね、薄青をかけて、よりね、写実的な色になるように、色をね重ねまして、そこだけですね今回色をこまめに重ねたのは、あとは全体的に、服の方とか黒です。で、肌の方もあんまりね、普段の俺はもっと細かく、焦げ茶色、赤茶色重ねるんですけども、まあ、薄めにしまして、一応ね影、頬にできたこう影ぐらいを描きまして、それで完成ですね。あとはですね、鼻の下の方もね、いつもだともっとこう影をつけたりするんですけど、今回はしないでこんな感じになりました。はい、というわけで、このね動画が万が一面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。